私中途やからで仕事もらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれて少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女も嘘笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。私男に生まれればいい。